早速の入会ありがとうございます。いやーすごいな、こう始まる前にこう入会しましたっていうのを初めて見たんじゃないかな。どうもありがとう。というわけで2回目のワクチン接種をしても何のリバウンドもなかった私が矢尾和樹です。結構さ、周りはさ、なんか男でも、女性の方は結構ね、リバウンドきついって言うけど、男でもやっぱ熱が出たり、痛かったりとかって、多少っていうか、まあ痛く、まあ打った時はね、多少痛かったかなってあるけど、あとは別に、熱もちょっと2回目の時、2回目の2日目に、ちょっとだけ熱が高めぐらいかなっていうぐらいで、全然何もないって感じ。うん。というわけで、まあ、今でもほらワクチンちょっと予約するの大変みたいだから、あのとにかくあのみんな諦めないで、もう人気アーティストのライブのチケットを取ると思って、とにかくパチ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 やって頑張って、で周りにもしわからない人がいたらちょっとね、あの若い方は一応ポチポチいろいろ教えてあげたりとかやってあげたりとかしていただきたいと思います。さて俺も今日聞いてびっくりしましたけどもね、なんと秋代が次元2代目に就任ということで、今朝のなんかスッキリでちょっと声出したらしいんだけど、ちょっとそれは俺もネットで見ただけなんだけど、で慌てて秋代にですね LINE して、おい今日ニコ生やるからちょっとお前メッセージよこせって言って、さあこんなメッセージよこしてくれました。どうぞ。おお和樹、元気か。なんか大変なことになったよ。まあプレッシャーがねすごいんだけど、頑張りますよ。うん。リスナーの皆さんもぜひ応援してくださいね。はい。和樹、頑張ろうな。まだこの先長えよ。じゃあな、またな。うん。というわけでね、秋代から。いや。さすがのあいつもね、本当プレッシャー感じてるみたいで、やっぱそりゃそうだよ。やっぱ2代目ってね、やっぱそれなりのプレッシャーがあって、しかもね、現役でまだ生きてらっしゃるわけじゃない。それを受け継ぐっていうのは、後で本人からダメ来る可能性あるからね。そうか。違うだろうって。すみませんみたいな。ディレクターより怖いよね、だからそういう意味ではね。うん。いや、だけど、まあ、秋代はね、秋代のね、次元を作っていってほしいなと思いますけれどもね。っていうか、秋代なら、やっぱ、他に次元ができる声優さんってどうだっていうね、考えた時に、やっぱ、あ、秋代だよってやっぱ思うし、本当に頑張っていただきたいと思いますけれどもね。いや、そういうことでね、こういう運びになりましたけども。さて、今日はですね、本当に、そんなに会ってなかったんだけど、数年前にちらっととあることで会って、あそうだと思って、それで LINE 交換してて、うん、それで、あちょっと呼んでみたいなと思ったこの人、なんかねワクチン打ってなくて大変みたいなんですけども、本日のゲストをお呼びしたいと思います。宮村優子、カモン。どうもこんにちは、あくこは、はい、宮村優子です。はい、よろしくお願いします。ワクチンなかなか予約が取れなくて、ね、大変です。いやいや頑張っていただきたいと思いますよ。はい、あのやっぱ夜な夜なポチポチやってるらしいけどね。いやすごいですねこの番組。まあの私も出演、あのゲストの、あの、うん、お願い来て、あのもらって、いやどんな番組かなって言っていろいろ見たら、もう豪華なゲスト様、ゲスト様、ゲストすごいなって思って、そして今はなんと秋代さんからのメッセージ。なんて豪華な番組なんですか、すごいですね。いや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 、まあこれも長く続けさせてもらってるんでね。素晴らしい。いやその豪華なゲストの中の一人として今日はね、いいんですか本当に。楽しんで、いや、ありがとうございます。いやいや、でもこうやって会うのは、はい、あれガオカで飯食ったのはそれぐらい3、4年前ぐらいですか ね。日本帰ってきてすぐぐらいの時だった、うん、まだあの時はオーストラリアにいたんだっけ、はい、半分ぐらいはオーストラリアに多分荷物まだ残ってた時代だと思います。あ、うん、ね、あの三木慎一郎とね、そうあのなんていうの、ゲームと実写のこう融合するっていう、そういうのをやってて一緒にね、うん、あとなんだっけ、関智和と岩っちょもいたし、
あ、パクもいた。はい、うん、とかとやって、声優さんがそれで、俺はなんかなぜか音響監督の役で、はい、本番行ってみようみたいな感じ。バーチャルこういうあれで見たら、音響監督が座ってらっしゃって、そしてそこでね、指示したりとか。そう、だから360度カメラで、はいはい、俺も360度カメラ初めて。あれも面白いあれでね。はい、で、それの、あの、監督の奥さんと知り合いなんだっけ？そう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 、あのそうやってた監督の奥さんと知り合いで、うんうん、監督がもともとその日本のアニメが大好きで、ね、そうエヴァンゲリオンとか大好きで、うん、そうなんです。で、まあ家族ぐるみで、うん、はい、だから会うようになって、はい、優子がなんか繋いでくれたんだよね、あの監督とみんなを。あ、そうですね、あの元々はそうやって、うん、あのなんか家族ぐるみでなんか遊ぶようになって、うん、でなんかそういうあのオーストラリアのコンベンションの時に三木慎一郎さんがいらっしゃったんですね、ゲストで。その時に全然別の作品で、あ、なんかゲストでオーストラリアで呼ばれたんです。あ、3回のあれで。あ、そうです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 。その時に私も三木さんに会いに行って、でその時にその監督と監督の奥さんと真子さんとみんなで行った時にご紹介して、そしたらあの三木さんとすごいあの仲良くなって、そういう話があって、いやもう監督もなんか元気そうで時々 LINE 来るんだけど。あ、そうなんです。でもやっぱオーストラリアもね、結構いろいろね、ロックダウンがすごいかったね、大変みたいだけどね。はい、うん、さてさて、宮村優子とですね、今日もね楽しくやっていきたいと思いますけども、まずはこちらのコーナーからいきたいと思います。どうぞ。全略おふくろ様、長いことご無沙汰をしています。俺は元気で、毎回みんなからのメールを一通でも多く読もうと頑張ってるわけで。そんな暇があったらもっと、もっと、もっと読んで。あの、まだまだあの大丈夫なジングルなんで早い時間ですからね。と次のコーナーあたりがやばいんだっけ？そうですね、ちょっと危険になっていきます。あのちょっと次のコーナーあたりからジングルがやばくなるので、もしあれでしたらヘッドホンで聞くとか、そういうあのあまり周りには聞かれないっていうか、まあ和気あいあいとした家族であれば全然問題ないんですけども、どんなことで怒んなよってね、うん、そんなことよりもね、話の内容だよっていうね。さて、もうレギュラーですね。もう ありがとうございます。ヤオちゃんネームブヒブヒさんいただきました。ヤオさん、宮村さん、こんばんは。こんな質問をするとあんたバカと言われてしまうかもしれませんが、宮村さん、今日の下着の色を教えてください。お願いします。もう彼はもうレギュラーで、はい、彼は俺が言えないことを代弁してくれるっていうか、もうあのそうなの、やっぱ男のは聞きたくないけど女性のはね聞きたいなっていうね、はい、下着の、まあ、せめて色、色、形までは言わ、色見てみないと何色だったかな、はい、でも私好きなあの、うん、下着ありまして、はい、でなんか最近そればっかりなんで多分、はい、あのブルーです。おお、素晴らしい。え、ブルーってもうショッキングブルーみたいな、もうすっごい綺麗なブルー。結構綺麗なブルーですね、うん、ブルーもさ、いろいろあるじゃん。うんうんうん、もう俺今頭はさ、もう落ちてわかんないけど、ブルーもさ、ほんとこれも色入れるのに、いろいろこう白いペーパーでこう色、ブルーの色をこういろいろ調整してやったんだけど、でもなんかやっぱ紙に入れるのとまた違うブルーがあって、ほんとでもやっぱブルー見るとなんとなくほら気持ちもスカーッとするよね。そうなんですよ、うん、やっぱコロナとかでね、うん、もうすごいもうどこにも行けないしっていうことで、うんうん、で私実はその、うん、まああの最近、あ、最近はもう4年ぐらい前なんですけど離婚2回目してるんですけど、はい、ありがとうございます。そこぐらい2回もしてんの。1回目は結構早くて7ヶ月で別れたんで、わ、まあ、その後の結婚は12年間頑張ったんだけど、うん、結局、ダメで別れて、うん、2016年ぐらいに別れたんですけど、はい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 、その時、その結婚の時とかって、うん、もう子供のこととか、うん、まあ、その旦那のことで必死で、うん、下着とか、うん、
本当にずっとあるやつを着てたんですよ。もうそうか、もうそう日々の生活で、はい、そうなんです、追われちゃって、追われちゃって、そんな自分のことをこう構うとかっていう、そうなんです、うん、それでなんか離婚した後初めてなんかその、うん、日本に来て、日本ってまあ可愛いものがいっぱいあるんで、なんか可愛い下着屋さんとか可愛いこうパジャマとか見ると、もうなんかもう涙出てきて、こういうの買いたかったみたいな感じで、それでですね、まあそこまでしたことのなかったこう上下セットみたいな、女子のこの上下セット、誰に見せるわけでもないのに上下セットを買うのがすごい好きになって、で通販とかでこう見ながらいろいろ買うの好きになったんですけど、もう最近はそのコロナとかでね、なんかこうやっぱり今までこうベージュとかさ、こう白みたいなんだったけど、こうなんか明るい色を着たくなって、最近はブルーが好きで、ブルー、はい、いいことだよ、やっぱ、はい、あのだからほら、あの勝負パンツって言うじゃん、勝負するとこないんですけどね、なかなか。なんでだよ、頑張れよ。いつでもいいように、じゃあいつでもいいように、いつでも勝負できるように、いつでも勝負できるように、いつでもファイティングポーズ取って、おうおうおう、はいはい、すごいすごい、それはいいことだよ、よっしゃ、うん、うん、いやだからほんとさ、いわゆるだから勝負パンツっていうのは、うんうん、やっぱそれを身につけるだけでなんかこうふってこう上がるじゃん、確かに、それは大切なことなんだよね、そうですよね、うん、そうそう、やっぱ穴の開いた、今時はさ、いないと思うけど、穴の開いた靴下とかパンツとかさ、履いてたらやっぱりそうやって気も沈んでいくじゃん。そうですね。うん、やっぱもう、うん、パーンと目の覚めるようなブルーをパーンと履くと、よし、頑張ろうってなるからね。そうですね。うん。やったー。よし、いい感じです。おい、ブイブイちゃん、あんたバカーとは言われない。バカー？これ。わー、すごい。で、あ、これが本物なのね。いや俺これ最初読んだ時何を言ってんだろうと思ったら、実はっていうね、この あんたバカに関してもう一枚来てるんですけども、ヤオちゃんネーム、バチカン、バチンカー Z バチンカー Z さん、こんばんは、十数年前名古屋でのパチスロのイベントに、エヴァのアスカ役としていらっしゃってた時に初めて宮村さんをお見かけしました。その時その場にいた人の一人の名前を呼んで、〇〇あんたバカと恥ずかしそうに言っていた姿がとても可愛らしく未だに覚えております。ありがとうございます。まあ、今まで宮村さんはファンサービスとして普段言わないようなことをお願いされたことはありますか、またどのようなことをお願いされましたか、教えてください。まあでも一回そのあんたバカっていうまあセリフで、これはエヴァのもう名セリフなのね、名セリフ、そうですね、なんかよくそのまあアスカって言ったらこのセリフみたいに持ってこられるやつなんですけど、なんか108回あんたバカっていう、なんか大晦日に煩悩、そう煩悩腹みたいな、108人にあんたバカって言い続けるっていうやつがありましたけど、そんなことやったの？一人ずつに？そうです、108人に108回、はい、何をやらせんねん。そんなイベントよく引き受けたら、面白いあったんですよ、そんな普通108人もバカとは言わないもんね。そうですね、なんかでも最初の頃はバカってやっぱりなんか悪い言葉だから、そんなの言ったら悪いんじゃないかと思うんですけど、なんかあんたバカって言った後みんなが嬉しそうな顔してくれるんで、なんかあいいことやってるんだみたいな気持ちになってきて、だんだん、はい、でもさ関西出身、関西でしょ、そうですそうです、神戸だっけ、そうです、で そしたらさ、いやバカというよりは神戸はなんていうの、アホ、アホ、やっぱアホ、うん、やっぱアホの方が、うん、あでもどっちかっていうとアホっていうのはあれか、八尾さんも108人やってやるぜって言ってください、そうなの、私も今言おうと思ってたんですよ。すげえな、そうです、それはそれで八尾さんもそういう風に、うん、たくさんの方からやってやるぜ言ってくださいって言われたんでしょ、お言われたよ、時期はね、あでも年末に108人集めてやってやるぜを言う会っていうのも面白いかもしれないね。それはイベントとして面白いかもしれないね。はい、みんな喜びます。ああ頑張ってみようかな。いやいやいや。いやでもアホっていうのは、うん、割とほら軽い気持ちで、うん、ね。そうですそうです。本当に
悪意を持ってとか、うん、人を蔑んでアホって言うんじゃなくて、やっぱアホ、お前アホかって、そうですそうです、そういうノリだもん、ね、愛があるんです。だからどっちかっていうとバカっていう方が抵抗はあるんじゃないの、うん、あるきついんですよバカっていう方が、うん、そうだよね、はい、うん、関西の人言うもんね、やっぱバカって言われるときついって、うん、そうきついですね、ぐさってきますね、ね、うん、いやでもいろんなことやってんだなすげえな、おかしい、面白い、はい、あ、これは全然もうエヴァから離れちゃうんだけど、はいはい、すごい、ヤオちゃんネームが猫姫さんいただきました。おい、ヤオさん、宮村さん、こんばんは。こんばんは。お二人は占いって信じますか？おお。実は私、占い館所属の占い師でもあるんですが、はい、占いを信じすぎる人があまり好きではありません。なるほどね。いや、あるよね。もう本当に何でもかんでも占いに頼るっていう、確かに、まあ、そういう方多分いらっしゃるんだろうね、うん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 、占いなんていいことだけ信じていれば良いと思います。お、悪い結果が出たらそうならないように回避の行動をとって占いを外してしまうのが正解だと思っています、うん、占いについて忌憚ない意見を聞かせてください。私は当たる占い師になりたくありません。おー、かっこいい。なんか、うん、うん、やっぱどうしても頼るよね、うん、っていうかだって朝のさ、あの情報番組の最後にさ、こう今日の運勢いい人とかって、うん、それで自分が最下位だったらやっぱ、うん、なんとなくズーンとくるもんな確かになんとなく、うん、最後の最後まで残ってね、うん、1位か出すとかって、ね、そう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 、いやですよね。いや、どう、占いは実はこう見た目がめちゃめちゃ占いとかスピリチュアルとか信じそうな風でなんか思われちゃうんですけど、うん、もう全然リアリストなんですよ、全然いかないんです、うん、だからあのなんか見た目が結構、うん、そういうの言ってそうって思われて、うん、結構そういうの誘われているんですけど、うん、全然いかないんですよ。なんか今日の衣装なんかもあれだよねあの水晶玉が似合いそうななんかどっちかというとちょっと占ってっていうような。そうですね。でも全然なんですよね。あ、本当。いやでもそれはいいよ、うん、いいですか。あの方位とかやってる人になるとさ、はい、もうだって、あ、今日はこっちから行っちゃダメ、こっちが周りだからとか、そういうふうな方もいらっしゃるじゃん。なるほど、いますね。ああ、うん、そこまでやりだしたらもう大変だもんね、どっか行くのにも、うん、いやでもこの占い師さんが言うんだから本当にね、占いなんていいことだけを信じればいいって、たまたま聞いたいいことだけを信じて、それで前向きに生きろ、うんうんうん、ね、すごいでも猫姫さん、当たる占い師にならないように頑張っていただきたいと思います、うん、頑張っていただきたい、はい、で次のお便り、ヤオちゃんネームがリンゴほっぺさんいただきました。はじめましてということで、こんばんは、普段 YouTube を見てるのですが、先日さくら稲垣咲チャンネルで宮村さんがコラボしている回を見させていただきました。ありがとうございます。2人ともすごくゆっくりしていて楽しそうでした。最近のご時世ではあまり会えませんが、宮村さんにとってゆっくりできるのはやっぱり友達といる時ですか？他にゆっくりできる時はどんな時ですか？最近ゆっくりできる時間が少なくなっているので参考にしたいですっていう。まあでも子供いたりとかね、いろいろ ね、あの大変だろうけど。大変です。もう夏休みとかもう早く終わってくれって思ってお母さんは言うよね。うん、しんどいですね。うん、だって3食、3食、そうなんですよ。で昼ご飯とか自分の分だけだったらもうほんと何でもいいじゃないですか、うん、もうドーナツ食べとこうとかでも終わっていいのに、うんうんうん、子供がいるとやっぱ3食3食作らないとだし、大変ですね。ゆう子が3食作って、しかもじゃあお弁当とかもあるときは。あ、そうですね、あの上の子は弁当なんで、お弁当、下の子は学校行ったら給食なんですけど、うん、でももうそれが夏休み終わっただけでもだいぶ今は。そうだよな、してますね。昼一食ないだけでも、はい、あと私はみんなが寝静まった後に、うんうんうん、あの漫画を読むのがすごい好きなので、はい、もうみんな寝静まったら、あの電子書籍の漫画を読みます。え、どんな系の漫画なの？何でも読むんですけど本当に、うん、ホラーも読むし少女漫画も読むし少年漫画も読むし、
今おすすめの漫画とかってある？おすすめ、まあ、今ものすごい話題ですけど、うん、やっぱり、そうですね、東京リベンジャーズとかやっぱ面白いですね。やっぱ面白いんだ。あれ面白いですね。あ、うん、俺漫画はしょぼしょぼしちゃうからさ、目が。あ、なんかもうね、めんどくせえなって。まあ電子書籍の方がこうやって大きくできるから。そうそう、できますよね。その方が楽っちゃ楽なんだけど、うん、なんかだんだんめんどくさくなってあんまり読まないんだけど。はいはいはい。あ、というね、はい、じゃあそういうふうにゆっくりしてるそうです、はい、というわけで、まだまだねお時間ありましたら後ほどメールの方を紹介していきたいと思いますけれども、では次のコーナーに行きたいと思いますので、次のジングルやばいんだっけ。やばい、みんなヘドヘド。まあいいよ、明るく行こうというわけで次のコーナーこちらです。お兄ちゃん、お姉ちゃん、嘘、ダメ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 よ、ダメ、ダメ、嘘はダメ、ダメ、ダメ。え、はい、前回から始まりましたこの嘘はダメよのコーナーです。あ、これ別にそんなにやばくなかったじゃん。え、お茶の間が凍るってそんなことダメ、そんなこと言っちゃ楽しく行きましょう。すごい良かったですよ今のと、ね、うん、というわけで、前回から始まりましたこのコーナーなんですけれども、うんうん、あれこの、ね、嘘発見器を使うはずだったんですけど、テンポがずれるんで今回からやめましょうというわけで、本日ですね、6つの質問を用意しました。これにイエスノーで答えていただきたいと思います。はい、まず第1問、はい、ウィキに書いてある、交渉サイズは今も変わっていない。あー、え、あ、3サイズってことですか。はい、すごいんだよ交渉サイズ、はい、1996年4月の時点で何年前だった20歳。すごくない？すごい、なんでそんなのあんの。そん、いや、ウィキで書いてあるのよそうやって。そうなんだ。で、それは変わってないかどうか、イエスかノーか。え、変わってないの。うん、ノーですよね。ノー、変わってない。変わってない。え、変わってないはイエス。変わってないはイエス。変わってなかったら、変わってるからノー。あ、変わってるからノー。はい、正直でいいですね。2番、声優俳優のデビュー作役名を言える。言える。ノーノー。お、これ、お、正直でいいな。はい、3番、今の自分があるのはエヴァのおかげだ。あ、イエス。おお、はいはいはい。4番、オーストラリアにはラーメンを食べに行った。イエスイエス。はい、5番、アカシアさんまをサンちゃんと呼んでいる。ノー。6番、音響監督はやらなきゃよかった。いや、ノー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 。やってよかった、やってよかった。はい、うん、というわけで、1問目からいきたいと思いますが、まあ交渉サイズはもう変わっているということで。そうですよ。だって、なんで書いてます？96年の4月時点で、うん、身長が157センチ、うんうん、体重は書いてないの、うん、3サイズ、うん、上から82、うん、59、85。あー、59のとこ全然違いますね。あ、少なくとも、上と下はどうか分かんないけど、59は絶対違う。59違います、絶対に。あ、自信があるそうです、はい、っていうかさ、この公式サイズ96年の消しとこうよ。誰が書いてるんだこれ。別にこれ意味なくない？そうね。ね、現在だったらまだいいけどさ。現在需要あんのかな3サイズ。いや、中にはそりゃあ。ありますか？うん、あるよ、うん。うん。ちゃんとブルー履いてますから。そうそう。大丈夫っすよ。そうそう。だから、インターネットで注文するから、うん、結構ね、上とか下は測って、ずっと測ってるんですけど。あ、そっかそっか。ネットはね、うん、ちゃんとやんないとフィッティングできないから。そうです、そうです、やばいよね。そうなんです。そう、洋服だってメーカーによってさ全然違うじゃん。う、違うんですよ。 S とか M だけで買うと、うん、やっぱダメだ。ダメだよ、うん、うん、それはきっちり。そうだ、うん、あ、だから割とじゃあ自分の3サイズはちゃんと測ってる。ちゃんと知ってるんです。はい。でも今は内緒。内緒。はい、というわけでじゃあ2問目、はい、声優俳優のデビュー作品と役名言えない。言えない。あの、なんだろう、ウィキにはちゃんともちろん書いてあるんだけど、はい、ウィキには声優活動は1994年、うん、
で、デビュー作がゲーム、うん、あーはいはい、あそうだ、牽制士、え、うん、何これ、あのストリートファイター2っていう格闘ゲームがあって、それが シュンリーが、うん、モグラ叩きのゲームになった時にチュンリーがあのベガっていう悪いやつを倒すっていう、そのベガがモグラなんですよ悪いやつがモグラで、そういうのがあって、それが私がチュンリー役やったのが初めての仕事です、そういうの、はい、じゃあなんか言いながらこうモグラ叩くわけ、モグラをその叩いて、そのなんかいうのその画面には格闘ゲームが流れてて、すごいあのポイントが増えてったら、そのチュンリが百裂拳とかするっていう、でそれがあって次からのチュンリアーケード版をやらせてもらうようになったんですよ。最初はカプコンの社員さんの声だったらしいんですよ、はい、昔はそうだよね、そうだったんですって、うん、今ベガは若者、もうぴったりじゃん。あ、悪役でしょ。悪役、はい。もうぴったりじゃん。右に出るもいないよ。右に誰も出れないよね。よし、これ狙おう。で、テレビドラマなのかな、うん、舞台なのかな、わかんないけど。天使候補生物物語、はいはい、96、はい、それは、うん、あの声優さんの先輩たちとやった舞台で、三石琴乃さんとか高木渉さんとか、はい、上田裕二君とかと一緒にやった、あ、はい、あの劇団なんだっけ、あそこ、あ、その劇団じゃなくて、ではなくてプロデュースでなんかやったの、はい、そうですね、プロデュースされてる方がいて、西村さんが、西村智弘さんがプロデュースされてたと思います、確か、はい、あ、そうなんだ、はい、へえ、あ、それが舞台のデビューなのね、はい、あ、そうなんだ、へえ、いやいやいや、これは面白かったな、というわけで、はい、次、今の自分があるのはエヴァのおかげだ、そうですね、やっぱエヴァのこのあんたバカがあったからこそ、でもね、それのそれおかげなんだけど、うん、同じぐらい悩みでそれ以外の役が来ないんです、やっぱそういうイメージが、イメージがもう違う役でも台本もらったらそういう、もうそうですよねみたいなのを、いかにもっていう、そう、なんかちょっとこう元気でツンツンしててとか、はい、で、はい、でなんかやっぱり自分がちょっと違う風にやろうと思って考えていっても、うん、すいません、ちょっともうちょっとこういう感じでって言われて近づけていくと確かに要はそっちじゃん、そうそうそう、今一応抵抗して始めるのね、初めは違うことをやるんですけど、ああ、いやそうか、はい、いやいやいや、まあしょうがないよね、でもまあそのうちね、何かのワンチャンで違う役のねキャラクターもひょっとしたらボンと来るかもしれない、ね、かもしれないですか、ああ、はい、でも大丈夫なようにごめんなさい、ブルーのパンツで頑張って、はい、いつでも勝負できるように、はい、でオーストラリアのラーメンはもう置いといてサンちゃんとは呼んでない、呼んでないです、でもサンマさんっていう、サンマさんですね、あと踊るサンマ御殿、はい、はなんか前も出てるんだよね、なんか昔も、はい、もう3回目ぐらいなんです、あ、そんなに出てる、はい、おお、やば、あそこは何、やっぱ戦場なの、でも私はいつも聞いて笑ってるだけで、なんか私関西人だから、関西の親戚のおばちゃんから、うん、あんたまた喋りにくいなみたいなすごい言われるんですけど、後から、私はなんかもうあそこめっちゃ笑ってるんですよ、本当に面白いから、テレビ見てるみたいに普通喋れないんですよ、テレビ出てる人はそこで生でねやってるの面白いから笑ってるんで、すいません、何も喋れないんですけど、へー、ちなみにラーメンはですね、これね、すごい話あるんですよ、ああ、私メルボルンに住んでて、でメルボルンも都会なんですけど、やっぱ一番都会シドニーなんですね、はいはいはい、でここやっぱね800キロぐらい離れてるんですよ、そう、その800キロも離れたところにラーメンを食いに行くんだよね、そう、食いに行きたいってどうしてもなって、メルボルンにラーメン屋さんがなかった時期だったんで、もう車飛ばしてもう800キロの道を行って、ラーメン屋さん信号渡ったらラーメン屋さんだっていうところの信号になんか見た人立ってんなと思ったの、 そしたら三木真一郎さんが立ってた、そうなんだよな、そうなんですよ、その800キロ飛ばして信号待ちしてたら三木真一郎と会った、そうそうそう、シドニーでだよ
すごくないこの話。すごくないですか。すごい。それがきっかけだっけ。それでまあ映画の話っていうか、そのゲームとあれ。まあそうですよね。でまあそこで、そう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 、なんか。でたまたまだから、あいつはだからコンベンションで来てて、その時のメイクさんではないの。あ、その時は違うことだ。違うメイクさん。いや、ちょっとその子は覚えてないんだけど、でもシドニーでそのメイクさんやってる方だから、その私のその監督さんのゲームの、ね、奥さんがね、奥さんがあのメイクさんなんだけど、はい、そうなんですよ、まあ、日本人のだからゲストがいらっしゃった時はそのメイクさん使われるかもしれなかったんでちょっとわかんないんですけど、うん、定かじゃないんですけど、うん、まあでもそっからやっぱりミキさんとはちょっと仲良くなったっていうか、うん、あそれまではそんなにでもなかった、まあ、一緒にお仕事はしてたけど、うん、私本当にあんまり誰とも仲良くなくて友達いなくて、それでメルボルンとか行っちゃったもんだから余計友達いなかったんですけど、だからミキさんとかオーストラリア来るときはあのみんなでわーって遊ぶように、はい、家族みんなでイエーイって。でもだってそれがきっかけであのゲームの話が、ね、そうですね、進んでったんだから、ね、ラーメンのすごいよ。だからもしあの時ね、ゆうこがラーメン食べたいって思わなかったら、うん、あのゲームの話は なかったなかったの。なかった世界線。そうですよ、そうなんで、だからそこはね、やっぱすごい。800キロってやっぱ日本じゃ考えられないよね。そうですよね。でも私も最初は考えが甘くて、なんか日本だったら関西から東京行くときだってずっと明るいじゃないですか、うん、途中電気がなくなるんですよ。途中山の中とかで電気がなくて反射板だけなんですよ。すごい。でも大きいなんかカンガルーみたいな死体とかも転がっててめっちゃ怖くて、はい、でもまあなんとか運転して行ったんですけど。すごい、800キロってだって相当かかんべ。かかりますね。かだいぶかかりますね。でもそんぐらいラーメンが食いたいってすごいよな。これだけラーメンが美味しかったんですよ。もうじゃあその味をもう忘れない、そのラーメンの味は。忘れないですね。でもそしたらその後ラーメンブームが来て、オーストラリアに、あの日本からもたくさんなんか一風堂とか出たんですよ。すごいですよね。すごいね。すごいですよね。いや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 、あやばいやばい、次のコーナーにそろそろね、次のコーナー行きたいと思います。はい、次のコーナー行きたいと思います。どうぞ。皆さん家庭の方は大丈夫でしょうか。これが大人の世界です。というわけで、なんちゅうセリフって言われてしまいましたけども、ね、アンケートを答えていただきました。まず第1問からいきたいと思います。第1問、どうぞ。最近失敗したことは何？ドラム式洗濯機を買ったら家に入らなかった。あるよね。あと洗濯機をのあの置き、うん、置くやつに入らないとかね、あるよね。仕事帰りに新幹線で寝過ごし博多まで行った。おお、これは結構すごいね。通勤で単位、通販で単位を見間違えて唐揚げ粉を大量購入。お、結婚失敗で離婚した。これ最近じゃないもんね。最近、まあ、どれが一番最近かなっていう。一番最近ですかね。4は正解ではって、4は正解。いや、まあ失敗は失敗っていうかね、うん、失敗なのかどうか分かんないけどね。まあね、まあ互いのね意見がねちょっとね、はい、合わなくなったっていう。いやでも新幹線博多まで行く？お、まあ俺も、うん、俺ね、博多からなんだっけ広島に行くのに寝ちゃって起きたら岡山行くのに広島に行っちゃったのか、なんかすごいなんかそういうことあったけどね。そういうのあったけど、博多までは神戸でしょ。だって神戸から広島あるもんな。広島で起きるよな。ないな。なんとなくもうドラム式の洗濯機だな俺は。さあ皆さんはどう思ったでしょうか。皆さんどうぞ。お、離婚とドラム式と一緒だ。通販の唐揚げ粉っていうのもねありそうなんだけどね。
というわけで1番とも見ましたけども、正解は何番でしょうか。はい、正解は1番です。すごい。これもポチッとな。これはそうですね、まあ、最初その横測って、うん、あの洗濯機の幅で大丈夫だと思って買ったんですけど、うんうん、その洗濯機を入れる脱衣所のドアが狭かったんですよ。はいはい、ここが64なくて、ああしかもしっかり覚えてる64。そうです。ああそれで入らなかったっていう残念。はい、そういう場合ってどうなんの。返品できないので、それでまたそれをあの新品なんでっていう風にこう中古で売るしかなくて。だって洗濯機やってさ、いいお値段じゃん。いいお値段なんですよ、ドラム式は。うん、まあ、新品なんで そこまで値下がりしなかったんですけど。割とじゃあ、はい、まあ、手頃な値段では。まあまあは、はい、うん、大損害ではなかった。大損害ではないけど、でも何のためにこれを払ったんだっていうね、悲しみが。あ、でもそうだよね、はい、玄関が入って通過できてやったと思ったら最後の最後でかなんかってな、うわってな、つら。業者さんも業者さんでね、っていう、あってなりましたね。とりあえずだから箱から全部バラして、生だったらなんとかなるかもっていろいろやってくれたんでしょ多分。いやでも私がそこではって思って、あ、ちょっと待ってくださいって言って、うん、その、うん、測ったらもう64なかったから、うん、もうダメですって言って、もう段ボールも負けないで、あ、うん、じゃあ未開封のまんま、うん、未開封のまんま売ったんですか。じゃあその方がやっぱ高くは売れるよね、はい、きっとね、はい、いやそれ辛いな。辛かったです。もうこれは辛かった。洗濯機一度分解したらって、それは使い物なんないだろう。だって外枠だからな。ああそれは無理だと思いますけども。はい、じゃあ第2問いきましょう。はい、はい、やべこれって私の癖、トイレご飯風呂がやたら早い。 あるある。人をたやすく信じて騙される。ありそうだな。何でもすぐ声を当ててしまう。あ、風呂上がりに服を着ない。あ、母ちゃん風呂上がりはマッパっていうね。あ、子供はまだちっちゃい、男の子はまだちっちゃいからいいけどね、もうちょっと大きくなると着ろよおいっていうね、そういう時は来るかもしれないけどね。なるほど。俺らだったらもう目見ないふうにしてガンガン見るよな、こうやってな。いやこれトイレとかご飯風呂っていうのはね、まあ俺らっていうかね、やっぱ役者ってパカッてやっちゃわないといけないから、待たせることができないから。待たせられるけど待たせちゃいけないもんね、俺らがね。だって特にほらジャックだからね。俺びっくりした、まだジャックなんだね。まだジャックなんですよ、はい、うん、居心地よくて。なんかジャックは何、はい、声の部門とかっていうのはあるの。ないんです、ないんです。ないでしょ、声優私一人でやって、うん、だって一時アクションとか、あ、はい、やってました。こうあの今でいう東京ドームシティ の、うん、あのそういうヒーローショーに出て。え、ヒーローショーやってたの。出て、はい、お姉さん役とかじゃなくて本当に戦って、うん、なんか高いところ落ちたりとかしてたんです。あれさ、あのジャックのね、あの子たちに聞いたらばさ、あれ面つけてるから怖いっていう視界がないじゃん。そうなんですよ。だけど逆に面取った方が怖いんだってね。ああ、もう慣れちゃうとそうって言いますよね。面のこの視界で慣れてるから、うん、面なしでと降りろって言われると、うーってなるって。怖い。あ、そういうもんなんだって、うん、あれ結構な高さじゃん。そうですね、私あの私は面つける役じゃなかったんですけど、うん、でもまあなんかカツラかぶって、うん、なんかすごいカッコつけて、うん、なんか飛び降りたりとか、うん、やってたんですよ本当に。それでも本当その時ね、いいんですかこんな話して長くなっちゃいますけど、うん、ある時飛び降りれなくなって、うん、まあ、なんで飛び降りれなくなったんだろうと思ったら、ジャックの先輩みんな優しいから、うん、誰でもそういうことあるよ、スランプあるよ、低いところからやり直しなって言って。低いところも怖いんですよ、うん、おかしいなと思って、私もうダメだ、もうアクション引退しようとか思って、うん、大したアクションもできないのに、うん、もうダメだと思って、うん、そうしたらなんかちょっと具合悪くなったんで病院行ったんですよ、うん、妊娠してたんですよその時、長女。すごい本能、すごいですよね。すごい本能だと思って。怖ー、うん、でも
それってそういうものが走ったんだ。じゃあそうなんかそういうなんか訴えかけてきたんですかね。おお、そうなんです。それが一人目、一人目の時、はい、お姉ちゃん頑張ったな。殺さないで。まだこんなじゃん。そうそうそう、まだこんななのに、すげえ。そうですね、すごいですよね、この話。あ、そう。はい。はい。で、あの出産してからは復帰したの。あ、それが出産したら、うん、私それまで本当高いとことか何も怖くなかったし、ジェットコースターとか大好きだったのに、うん、もう何もかも怖くなっちゃって、うん、でなんかバク転とかも後ろに飛ぶのが怖いからやめちゃったんですよね。まあ、うん、その後病気も発しちゃって、バセドウ病っていう、でもやめたんですけど、うん、娘がむちゃくちゃ体操選手になって、その後、うん、もう高いところからも全然大丈夫だし、ジェットコースターも大好きだし、全部だから持ってかれたみたいな。うん、あ、不思議。出産すると体質変わるっていうけど、はい、そういうのも変わるんだ。変わりましたね。すげえな。なんであの頃あって落っこちてたのか、もう意味不明だなって今思って、なんであんなところ落ちてたんだろうみたいな。はい、すげえ。いやいやいや、これはちょっとためになるお話をいろいろありがとうございました。というわけで、はい、2問目でもう1問いっちゃう、まあ、どうしよう。俺は、いや俺の癖か、癖は、でもな、人をたやすく信じて騙されるっていうのがなんかありそうなんだよな。優子ってなんか、あ、そうなんですかってなんか、で俺1か2なんだよ。でも1にそこ、1番、皆さんはどう思ったでしょうか。どうぞ。が風呂上がり、それ期待を込むじゃな。そうですね。すごい。これはみんな期待だよね。はい、では正解を聞いてみたいと思います。正解は何番でしょう。はい、正解は3番でした。すぐに何の声でも当てちゃって、なんか変な人って思われるんですけど、うん、あの1番は私、うん、風呂以外は早いんですけど風呂は長いんですよ。お、はい、で4番はあのパンツは履くんで、うん、まあマッパではないと。はい、で騙されない。騙されるは騙されるんだけど、最近はさすがに昔ほど騙されないです。あ、昔はもうコロッコロ騙されて、もう宮村さんじゃなくチョロミヤさんって呼ばれてたぐらいチョロかったんで。へえ、それですごい大損害受けたとかあんの。もう主に男問題ですよね。もうそういう男めって感じですよね。あ、それで騙された。騙されましたね。いや、そうか。で、うん、何でも声当てちゃうの。そうなんです。もうだから例えばなんか鉛筆でも消しゴムでもなんか食べ物でもこう包丁切りながら、うん、痛い痛いとか言いながら切ったりとか、いろいろ本当に声当てちゃうんで、うん、なんかまあ子供たちはもう慣れてるんですけど、私が犬の散歩をしながらも何かいろいろに声当ててるから、それを見た子供がさすがに外ではやめなよって言って。怖いよね。そうそう、怖い怖い。そうなんです。でもなんか癖でやっちゃうんですよね。じゃあちなみに この子なんだっけ。ファルゾーです。ファルゾーくんの声、うん、あ、いいですね、うん、はいはい、僕ファルゾーです。なんだか眠いなあ。こんなところに綺麗なお姉さんがいるじゃない。これは夢かな。都合のいいやすごいよく声優の差がって、いやいや声優みんなそうじゃないよ。特殊な人だよ割と。あ、じゃあもうこれでファルゾー君のね声は宮村優子ということで決定。仕事ゲット。はい、仕事ゲット。なんかあるときはね、あの宮村優子の許可を得て、はい、やるように。はい、というわけで、前半そろそろお別れのお時間がやってまいりました。はい、というわけで、何か、最後告知かなんかありますか。告知はあの、うん、ツイッターをやってるので、うん、そこを見てもらったら、はい、詳しいことはツイッターの方をチェックしていただきたいと思います。はい、クリックで開くそうです。はい、はい、というわけで、この後ですね、後半戦はですね、いろいろありますからね、写真、あとアンケートの残り、それから写真、そしてショートドラマありますからね。で、次回の放送の予定なんですけれども、次回は10月の6日水曜日21時から、ゲストは草尾武。豪華。いや
やドラゴンボールトランクスとかねラムネ&フォーティーね胸ですねラムネスですよラムネスいやなかなかね前からちょっと草を来てくれよって言ってたんだけど、うんうん、ちょっといろいろあって、待ってください待ってくださいで、やっと草の方から OK ですというね、返事が来たので草尾にぜひということで10月の6日水曜日21時から草尾たけしを迎えてやってみたいと思います。どんな番組になるんでしょうかというわけで、5分ほどのですね休憩を挟んで後半に移りたいと思いますけども、その間はですね姉妹番組のお知らせとかいろいろありますんで見ていただきたいと思いますが、あとチェキのプレゼント企画、ファルゾーニのツイッターでフォロー&リツイートをしていただければ今日のこの2人の、チェキを1名の方にプレゼントさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。というわけで、ポチッとすればあれですからね、後半会員になれますからね、ぜひ見ていただきたいと思います。とりあえず前半はここまでということで、はい、5分ほど休憩です。後半何をやるかもちょっと言っていただき、うん、言ったよ、ありました、言ったよ、はい、ちゃんと聞いといた、はい、というわけで、5分ほど休憩です。後ほどバイバイ。今日はヤオちゃんの部屋、本日のゲスト、金月まみ、カモン。こんばんは、金月まみです。よろしくお願いいたします。今日ね、お天気良かったんで、ワンコのお散歩に行ったんですよ。やっぱりね、ヘビはいなかった。そしたらね、今年ね、初蚊に刺されました。もういます。もう蚊がいる？います。気をつけてください。もうバンバンいますよ。本当？コバエかしらと思ったら、ピューンって止まられて噛まれました。うんうん、あ、ちゃんとフィラリアの薬はもう。うちの子は、私は飲んでませんけど、ワンコ。まあ、人間飲まれるね。よろしくお願いいたします。そうそう、マミは犬飼ってんだよね。はい。高田舞子から、犬話で盛り上がるんじゃないですかつって紹介してもらったんだけど、そう、犬、ワンちゃん何飼ってんの？ミニチュアピンシャーで、おーおーおー、もうあとね、4日後に16歳になります。おというわけで、それでは今宵も元気にこの質問をさせていただこうかと思います。金月さん、はい、今日の下着の色を教えてください。今日はね、はい、白に、わお、縁が赤で、お尻のところにハートが書いてあるやつ。わお、よく覚えててよかった。すごい、だからなんかおばさんじゃなくてよかった。ちょっとそのハート見せていただいて。キャラが違ってたな、俺じゃなかったな。で、相性が2つ書いてあるんですけども、なんて普段なんて呼ばれるの？やっぱマミさんって言われることが多いですね。はいはいはい、マミさん、ね、じゃあ1個ですね、もう1個、金マ、金マ、ね、事務所とかはみんな金マって呼びます。金スマじゃなくて、あのほら小山マミさんとかいらっしゃるので、あ、どのマミだっていうので金マなんです。金マ、はい、あ、マネージャーも金マちゃん、 ある意味それ業界用語だよね。もう1個ね、マミ姉さんだね。マミ姉さん、っていう、あー、分かった。最近、うん、高田真理子さんとユニット組んだことがあって、うん、私、ま、あのマリ姉ちゃんって呼ぶんですよ。で、高田さんが私のことをマミ姉ちゃんって呼ぶんです。聞きにくい。そう、マリ姉ちゃん、マミ姉ちゃんって、その辺からマミ姉さんって言われてるのかな。ああ。なんと、ときめきメモリアルっていうね、はい、これがヒットしていた当時にホニャララ大学に留学経験があり、日本とアメリカを行き来してたって。はい、そんな忙しい時にあなたどこに、どこの大学に？アメリカのイースタンミシガンユニバーシティっていうところに。すごいね。なんでまたその留学を、その忙しい時に。あのね、もともと大学の助手になった時に、うん、私もともと子役でお芝居が好きだったのに、うん、CM のキャスティング事務所行っちゃったので、うん、発売中とかっていうことにそんなに熱意が持てなかったんですよね。はいはいはい、うん、今なら喜んで発売中と言わせていただきますね。もうそれで私の人生もうね、なんかそんな
発売中じゃないなと思って、だったらそのまま、うん、大学の助手をして、うん、一回大学院に行って留学して戻ってきたら、うん、非常勤講師の道から始めようかってい こう先生たちとのなんとなくのお話があって、それでもうこっちの仕事は辞めますと、うんうんうん、CM の仕事は辞めますねっていう感じのこの道筋だったんです、うん、はいはいはい、なので